い、皆様こんばんは。おっさ系の塾長でーす。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。軽く一杯556杯目になります。今夜もアメリカを代表するウイスキー、今回はケンタッキーストレート、そのライウイスキーですね。ライウイスキーの登場です。今回も明るく楽しく飲んでいきましょう。お酒の種類はウイスキー、ケンタッキーストレートライ、銘柄ウッドフォードリザーブライ、原産地アメリカ合衆国ケンタッキー州、蒸留者ウッドフォードリザーブディスティラリー、輸入者アサヒビール、アルコール分 45.2% になります。金額は4730円で購入をさせていただきました。ついに登場です。ウッドフォードリザーブ3番手ですね。ライウイスキーです。ケンタッキーストレートライウイスキーですね。スモールバッジの匠の蒸留所が作るライウイスキーが今回の、主役になります。エスタブリッシュ1812年、こちらのね、蒸留所のですね、前身といいますか、それはですね、1812年、日本でいうと江戸時代後期ですね、イリア・ペッパーさん、いわゆるエライジャ・ペッパーさんですね、そのイリア・ペッパーさんによってですね、オールド・オスカー・ペッパー蒸留所が設立、それがね、1812年なんですね。よってね、エスタブリッシュド1812っていう風にね、記載がされてるんですね。でね、そのイリア・ペッパーさんによって建てられたオールド・オスカー・ペッパー蒸留所、これがね、ウッドフォードリザーブのね、あの原型になるんですけど、その後ですね、このオールド・オスカー・ペッパー蒸留所はですね、買収されるんですね。1878年ですね、日本でいうと明治時代ですね。その時にですね、レオポルド・ラブローさんとジェイムズ・グラハムさん、レオポルド・ラブローさんとジェイムズ・グラハムさんがですね、このオールド・オスカー・ペッパー蒸留所を買収するんですね。そして名前が変わりまして、ラブロー&グラハム蒸留所、ラブロー&グラハム蒸留所にね、なったんですね。1878年に買収されて名前が変わってラブロー&グラハム蒸留所。そして時が経ちまして、1920年から33年までの13年間禁酒法がありましたね。お酒を禁じる法律、禁酒法、いわゆるプロヒビション、プロヒビション、このね、禁酒法などの影響もあってですね、さすがにこのラブロー&グラハム蒸留所もですね、ちょっとしんどいよっていう形になったんでしょうね。さらにね、この蒸留所は買収、売却されるんですね。それは1940年頃だと思うんですけど、そしてその買収した会社っていうのがですね、現在の所有者、ウッドフォードリザーブの所有者でもあります、大きいアメリカのね、ウイスキーの企業ですね、ウイスキーの企業であるブラウンフォーマン社、ブラウンフォーマン社のね、所持してるブランドっていうのがこの、このウッドフォードリザーブなんですね。そうなんです、ブラウンフォーマン社有名ですよね。バーボンウイスキーで言いますとアーリータイムスとかね、オールドフォレスター、この銘柄で有名なバーボンを作ってですね、そしてやはりブラウンフォーマン社といったらこれですね。ブラウンフォーマン社はテネシー州のテネシーウイスキー、そして世界的有名なジャックダニエル、ジャックダニエルもね、作ってることで有名なのがブラウンフォーマン社なんですね。そのブラウンフォーマン社が手掛けてるのがこちらのウッドフォードリザーブっていうね、銘柄および蒸留所なんですね。確かね、一回ね、ウイスキーがそこまで、バーボンがそこまでね、売れなかった時代もあったり、余剰生産の時代もあって、1972年頃にですね、一回売却してるんですね。この蒸留所はですね、売却された。さらにね、このブラウンフォーマン社の手を離れたんですけど、またね、なんだぞ、買い戻すっていうんですかね。ウイスキー需要が高まってきたんで買い戻す。それがね、1994年頃だと思うんですけど、買い戻すということなんですね。そして、そのラブロー&グラハム蒸留所っていうのはですね、ずっと長い歴史の名前を持ってたんですけど、2003年にですね、ラブロー&グラハム蒸留所は名前をですね、ついに変更。それがですね、ウッドフォードリザーブ蒸留所。この銘柄を作るウッドフォードリザーブ蒸留所っていうね、そういう歴史を持つのがですね、
この銘柄なんですね。1812年からはですね、オールドオスカーペッパー蒸留所、オールドオスカーペッパー蒸留所、そしてその後はですね、ラブロー&グラハム蒸留所、最終的にはウッドフォードリザーブディスティラリー、ウッドフォードリザーブ蒸留所っていうね、そういう歴史をたどったっていうね、そういう蒸留所なんですね。こちらのライウスキーの、主質がですね、ボトルの裏に記載されております。読んでいきます。アワーケンタッキーストレートライウスキーイズディスティルドマチュアードアンドボトルドインケンタッキーということでして、ケンタッキーストレートライウスキーは、こちらの銘柄はですね、この銘柄はケンタッキー州で蒸留熟成ボトリングされておりますよと、ディスティルドマチュアード&ボトルドっていうことですね。 And delivers bold and spicy character。 まさしくこのあたりがもう全てを語ってるんですよね。そして大胆ボルド、大胆でスパイシーなキャラクターを表現しておりますっていうことですね。一般的にライウスキーっていうのはね、スパイシー、そしてオイル系、オイリー的なものがね、まあ特徴的なのかなと思ってるんですけど、まさしくね、大胆でスパイシーな脂質なんですよと、風味があるんですよというふうに言ってるんですね。他ではね、どのようなね、この銘柄の特徴、脂質の特性があるかと言いますと、ウッドフォードリザーブのこのライはですね、ライウイスキーは、そうなんです。プロヒビション、いわゆるですね、禁酒法以前、1920年以前のですね、禁酒法以前のスタイルであります、マッシュビル 53% のライ麦を使用しておると、51% 以上を使用しているのがね、ストレートライウイスキーなんですけど、 53% のライ麦をマッシュビルに使用しまして、これはどういう数値かというと、禁酒法以前のスタイルなので、歴史上のオリジナルなライウイスキーに敬意を表しているオリジナルの、ライウイスキーに敬意を表しているので、マッシュビル、ライ麦のマッシュビルはですね 53% っていうことなんですね。他の穀物はですね、ライ麦以外のものはですね、コーンですね、トウモロコシが使用されている、そして重要な大麦麦芽、モルトですね、大麦麦芽が使用されているんですけど、 53% のライ麦のマッシュビルっていうことなんですね。そしてそのですね、伝統的な、レジスト伝統的なマッシュビル、ライ麦のですね、構成比率及びね、絶妙なバランスによってですね、どのような風味が出るかと言いますと、Making spice and tobacco the dominant note among a sea of fruits, floral and sweet aromatics。 いいですね。果実や花、甘い香りの海のように漂う真っ只中の中のようにですね、スパイスやタバコの香りが際立ってくるんですよと。いや、非常に複雑ですね。そして which yields a nice sweetness and overall balance。 そうなんですね、程よい甘さ、程よいナイススイートネス、程よい甘さとですね、全体のバランス、オーバーオールバランス、全体のバランスが取れてるんですよと、それがですね、こちらのウイスキーなんですよってことですね。まあ、そのようにですね、歴史と伝統のある、このウッドフォードリザーブ蒸留所、プラスですね、スモールバッチ、巧みですね、少量仕込みに特化した蒸留所が作るで、ストレートライウイスキー、どのようなね、脂質を私に教えてくださるんでしょうか。このライウイスキー、いただくのもとても楽しみでーす。では、こちらの銘柄をオープンしていきまーす。はい。前回の、モルトのね、ウッドフォードリザーブと同形状のボトルですね。で、当然ながら印刷内容とかラベルの内容が違うっていうことですね。このどっしりとした重厚感、厚みがある、そのような扁平瓶ですね。厚みがあるって言ってもね、この横はこのようなね、感じになってるんですけど、それのオープンですね。うん、美しいですね。グリーンのラベルがいいですね。そしてこれは例のごとくですね、キャップシュリンクを開けていくっていう作業ですね。そして、封印のラベルがあるっていう形ですので、ちょっと開けていきましょう。もう3本目ですんでね、だいぶ分かってきたような気はしますね。切っていきます。まあナイフ使わなくてもね、いいと言えばいいかもしれませんけど、やっぱりちょっとでもね、何ですかね、
うまく分けれたらいいですよね。まずはキャップシュリンクを切っていきます。まあこんな感じかな。あ、このそこそこうまいこと分けれそうな感じですね。そしてちょっとまだ開けられてないですね、これね。よし、こういう感じかな。うん、ここまで開けたらね、シュリンクは大丈夫ですね。で、封印シールをギリギリといきましょう。ギリギリと。で、裏の方も破いていきます。よし、これぐらいでいいかな。ではオープンです。うん、無事にオープンすることができましたね。注いでいきます。ねん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 っていきましたね。しかし重量感があるボトルですね。無事に注ぐことができました。ではストレートの方をいただいていきましょう。ウッドフォードリザーブケンタッキーストレートライウイスキーですね。まずは外観はいかがでしょうか。外観はまあ前回と前々回当然ながらよく似てるような外観で、琥珀ブラウンですね。ブラウンの要素が強い琥珀色、アンバーという形ですね。ちょっと赤みがかってるかなというような印象もありますが、やや豊かなブラウン、琥珀っていう風に思っていただいていいと思いますね。で、これもアルコール度数がね、いわゆる45.2% なんで、そしてですね、厚みもあるようなボリュームのね、あの味わいは、もう味わいもあると思うので、やっぱ足がね、太めですよね。グラスに伝う足が流れてくるのが太めになってるのかなっていうね、そういう風に、再認識できますね。うん、そうですね。ダラ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 流れていきますね。では、香りの方を取っていきます。ライウイスキー、どのような香りでしょうか。失礼いたします。そうですね。やはりね、他のウッドフォードリザーブとまずよく似てるノートはですね、風味はですね、杉の木、メントール、スペアミント、ペパーミント関係、タイガですね、針葉樹林関係。そのような、ね、香りがヒュッてきますね。そしてですね、例のごとく、あれですわ、よくあるような、蜂蜜ですとか、カラメルとか、メープルシロップ関係もしまして、それはどっちかというと控えめなんですけど、そしてね、やはりこの中にあるのがあれですね、いわゆるスパイシー関係、ブラックペッパー、ホワイトペッパー、そしてピンクペッパーですね。その辺の胡椒関係、スパイス関係が、混ざってるような。そしてそれはオイリーに近づくっていうようなイメージなんですけど、ただ第一印象は、針葉樹林関係ですね。杉の木、ユーカリ、メントール関係がやはりアドバンテージを得てる、優位に立ってるのかなっていうふうに私は思いますね。では、ストレートを口に含んでいきましょう。失礼いたします。厚みがあって、まったりとくるんかなと思うんですけど、甘みもね、多少あるのかなと思うんですけど、直ちにドライ。そしてね、このスパイシーさ、そうですね、このラインウイスキーで香りのスパイスもそうなんですけど、口の中に含んだ時のハツラツとしたようなですね、シャープでキレがあるような、このスパイシー関係がですね、特有の味わいに寄与してるのかなというふうに思いますよね。ドライなんですけどね、旨味があるような感じで、厚みがある、まったりとしてるんですね。で、ビシバシきついよっていうことではなくて、例のごとくアルコールの心地よい苦味、洗練された、リファインされた苦味が流れてくると。で、コクもありますね。飲んだ後の余韻も深くて長くてですね、非常にコクがある。そして、お腹の中がポッカポッカぬくもっていく。らいスムーズに流れていきますよね。で、口の中、鼻から抜ける香り関係がですね、カラメル&ペッパーみたいな。だそんなね、雰囲気を思わざるを得ない。私はそのようにですね、感じた。このケンタッキーストレートライウイスキーの、ストレートの味わいかなっていう風に思いました。続きまして、こちらの銘柄の加水を楽しんでいきましょう。
さあ、どのような味わいを私に教えてくださるんでしょうかね。ほんま楽しみですね。失礼いたします。加水の香りです。これはあれですね、前回のモルドウイスキーとよく似てるような、ミルクチョコレート、アーモンドミルクチョコみたいな、そんな印象が出てきましたね。甘い印象、ちょこっとチョコレート、麦チョコ、豆チョコ、そんな印象ですね。そして前の、ストレートの主役的な存在でありました香りですね、いわゆる、スペアミントとかペパーミントとか針葉樹林、杉の木、メントール、ユーカリ関係、そういうね香りがあるんですけど、ただこれはどっちかというと、甘み系とチョコレート系、チョコレート系とですね、ちょこっと、豆チョコ、ちょこっと麦チョコみたいな、ミルクチョコレートアーモンド、アーモンドミルクチョコ、そういう方もね、なんでしょう、負けじとですね、突出しているというような印象の香りですね。スパイシーさはちょっとね、控えめになったかなというような、そのようなイメージが私にはあります。飲んでいきまーす。加水です。やっぱりね、ドライ&苦味ですわ。水で薄まって甘くなってスイスイ流れていくんですけど、甘さはどっちかというと控えめでして、控えめになりまして、やっぱりドライさとね、スパイシーさと苦味、この辺のですね、なんだろう、コクがあってですね、辛口系統ですね、大人が喜ぶような辛口系統が非常にですね、納得できる。あ、そうか。この、裏面にあれでしたね。裏面か、説明文が忘れましたけど、タバコとかのね、雰囲気もあるっていう、なんかね、私タバコ吸わないんですけど、なんかそういう煙関係というか、その苦い大人のね、好きそうな、嗜好になりそうな、心地よいね、ビターさ。ビターさがありますよね。やっぱ甘みとか厚みが優位っていうよりも、どっちかというともう苦み関係ですね。そしてビターさ。いわゆるビターですわ。大きい存在のビター。しかし決していやらしくなくてですね、ビシバシきついっていうことでもなくてですね、納得できる、ゆっくりスムーズに、滑らかに、まるで羽毛布団のように、綿毛布のように流れてきてですね、その難しいようなビターさを呈する、面白い加水ですね。非常に納得できる一品の加水、加水という飲み方っていう風に、私は再認識しました。では、引き続きまして、ロックですね。ストレートライウイスキーのロックを頂戴していきましょう。よいしょ。どうでしょうね。結構ドライ系統の味わい、スパイシー関係の味わいなので、このロックも非常に期待できるのではないだろうかっていうふうにね、直感で感じますよね。まあ、しかし例のごとくね、いつも言ってることで恐縮ですね。飲んでみないとわからない。お酒は飲んでみないとわからないっていうのがね、結論のところですからね。しっかりと、何でしょうかね、受け止めると言いますか、味わっていくようにしましょう。はい、ウッドフォードリザーブライのロックが完成しました。速やかに頂戴します。とろっとね、糖蜜のような甘みがひょってきました。最初でね、甘い蜜のような感じかなと思いましたら、直ちにドライ、直ちに辛口、直ちにビターですね。複雑なビター、複雑でリファインされて洗練されたビター、いわゆる苦味ですね。ただね、旨味を伴った苦味ですね。これね、旨味を伴った苦味、樹液系統、なんか樹液をですね、いただいてる感じ、プラスですね、そのオイリーさと言いますか、少しスパイシーな感じが添加されたと言いますか、コンセプト的に加わったみたいなですね、そんなですね、飲み口ですね。いや、どっちかというとハードボイド系ですね。ハードボイド系統、ただですね、飲み込んだとかね、優しい感じがするんですね。クッション剤と言いますか、緩衝材的な感じ。で、余韻も深くですね、ガッシッとしたような感じ。しかし柔らかい、マイルドと言いますかね、なんだろうな、シルクのようなね、ベルベット用のですね、柔らかさがあるような、余韻。
いやー、単にですね、グイグイ、ハード、ボイド、そういうロックっていうだけじゃなくてですね、様々な複雑な要素、ファクターをですね、私に伝えてくださるロックなんだなーっていう風に思いました。では、最後に、ウッドフォード・リザーブのライの壮大を楽しんでいきましょう。さあ、どんな感じでしょうかね。想像つかないんですけど、なんかすごい合いそうな、ソーダに合いそうな感じがしてますよね。しかし存在感があるボトルですよね。はい、ソーダ入れていきまーす。シュワーってきましたね。もう見た目だけでももうあれやね、もう美味しいっていうか、もうとても満足できる一品かなっていうふうに思いますよね。はい、ソーダ割りの完成でーす。いただいていきまーす。うん、コクが豊かですわ。えらいコクが豊か。まったりコクが豊か、ドーンと食いますわ。ストンと落ちるような感じ。旨味を伴った苦味、苦味を伴った旨味、ビター&旨味連合群ですね。それがさって流れてきますね。すっきり爽快、シャープでキレがあるというものとは真逆のですね、体力があると言いますか、非常にどっしりと落ち着いたソーダ割り、そのような趣旨やね、これね。だから前回の趣旨とかね、前回の壮大の趣旨、モルトウイスキーの、ウッドフォードリザーブのですね、ケンタッキー、それとモルトウイスキーの趣旨と、あとケンタッキー、それとコーン、失礼しました。バーボンウイスキーの壮大の趣旨をよく似てますよね。落ち着いた印象、どしっと構えない印象、なんだろう、クラシカルな印象って言った方がいいのかな。何かそのようにですね、感じる、そのようにですね、様々なですね、憶測ができるような、落ち着いて、がっしりした、骨太なソーダ割り、そういう表現が、今回の銘柄のハイボールにはふさわしいのかな、っていうふうに思いました。では、今夜は、アメリカ合衆国が誇る、秀逸なウイスキー、クラフトマンシップに富むウイスキーである、ウッドフォードリザーブ。ウッドフォードリザーブが手掛ける、ケンタッキーストレートライウイスキー。ケンタッキーストレートライウイスキーで乾杯。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。おっさっけの塾長でした。